巨人の星、巨人の星、巨人の星は、作、梶原一揆が、川崎登による漫画作品、巨人の星、新巨人の星を原作としたアニメシリーズである。本校では、以下の作品群についてもべる。野球漫画、巨人の星、新巨人の星を原作として制作された一元のアニメシリーズ。巨人の星、新、巨人の星、新、 巨人の星2いずれも毎週土曜日の19時から19時30分までの30分のテレビアニメ番組として読売テレビ制作日本テレビ系列で全国放送された。アニメーション制作は東京ムービー。第一作目の巨人の星のみが大塚製薬の単独提供番組で朝日通信社が広告代理店を務めていた。当時読売テレビのプロデューサーであった 佐野久志奈々によると、巨人の星の放送開始にあたって、まず TBS にアニメ化の話が持ち込まれたが、交渉は不調に終わった。続いて、日本テレビ、富士テレビと続けて、企画を持ち込んだものの、いずれも話がまとまらず、アニメ化は暗証に乗り上げる。そして最後に回ってきたのが、読売テレビであり、ここでようやくアニメ化が実現する。一方、東映も、 当時参加に所有していたプロ野球球団、東映フライヤーズにちなんで、タイトルを東映フライヤーズの星に変え、舞台もパシフィックリーグに置き換えた上で、参加の東映動画の制作により、東映の資本家にあったネットテレビでの放映を構想していたが、先に読売テレビに放映権を獲得されたために、実現しなかった。巨人の星は2006年に DVD 化されたほか、新、 巨人の星は2008年に初のソフト化が実現 DVD ボックスが発売された。その後2013年両作品のブルーレイボックスがキングレコードから期間限定商品として発売された。2002年10月には花形光の視点でテレビアニメ巨人の星全182話を再構成した巨人の星特別編モーコ。 花形三川ワウワウで放送され、2007年4月から、日テレプラスサイエンスで、星一徹の視点で、テレビアニメ、巨人の星シリーズを再構成した、巨人の星、特別編、父一徹が放送された。放映開始前には、モノクロのパイロットフィルム、人気漫画の傾向について、巨人の星が制作されている。内容は1967年当時の漫画の、 人気傾向のデータ、原作漫画の原画を使用したあらすじ紹介、ヒューマの東球を描いたアニメーションで構成されていた。このパイロットフィルムは2013年6月5日発売の巨人の星スペシャルブルーレイボックス1に初収録された。アニメ版は原作の構図や表現方法をほぼ忠実に再現しているが、アニメ版独自のストーリーやダイナミックな表現、方法も ふんだんに盛り込まれた。特に大リーグボール3号については、花形が専用のピッチングマシンを作らせ、攻略しようとしたものの、マシンがその力に耐えきれず爆発してしまう描写や、ヒューマが大リーグボール3号を投げた後に、あまりの激痛でうずくまり、医者に見せたところ、無理な筋肉の酷使により危険な状態になるという、描写など、大リーグボール3号がいかに危険な投法なのかを、 原作以上に解説している。この他戦争や、後楽園球場のシーンでは、実写映像が使われていたことがある。当時プロデューサーであった、佐野久志奈々によると、自身は、高校球児で、野球経験者ではあったが巨人ファンではなく、また、原作者の梶原は、距離を置いて見ているから、作品が書けると言っていたため巨人ファンではなかったはず、とも述べたほか、 作画担当の川崎昇も大阪出身であり、連載が始まるまでは野球に関心がなかったなど、巨人の星は肘移動の手で作られたものであった。作画スタッフの大半が野球の知識がない素人だったため、リテイクが頻発した。例えば、相手チームが犠牲バントをするシーン。守備側の巨人は一類将と三塁手長島が、 バント処理に備えてチャージするため一塁ベースがガラ空きとなる。この場合に類種がカバーして一塁で補給することになるが出来上がったものを見ると三塁線に転がった打球を長島が処理して一塁に送球した後王が何食わぬ顔して一塁で補給していたということがよくあった。巨人の星の再放送第10話日本一の日雇い妊婦は DVD では 日本一の父一鉄に解体されている。これは、日雇い妊婦が工事現場の人に対しての業界差別用語に当たるためだ。また、同話及び第十一話、星雲の狭き門の会で高校の面接中、とも PTA 会長の声が消えている。シーン、及びその他の会の一鉄の回想シーンや、新、巨人の星と、新、巨人の星2などにも、セリフで、 ヒアトイニンクといったシーンを取り除いたため、時々声が消されているシーンがある。当時社会問題となり、読売テレビと東京ムービー、曲一の3社が相談し、発言を消す方針を取った。現在、ヒアトイニンクという発言は、差別用語と解釈されないが、再燃させないために、現在も消されている。ビデオ LD シリーズでも、 ヒアトイニンプと言っている部分の声が無音となり、消されていたが、作品として成り立たなくなったなどのこともあり、DVD では、差別用語を使ってはいるが、原作者が差別を助長している意図がない胸の断りが、全 DVD の最初に表示された上で、復活しているが、東京 MX での再放送では、上記以外の差別用語、放送禁止用語もすべて無音処理されている。 2010年10月から TBK で行われている再放送では、上述の日雇い妊婦の表現が含まれる。第10話の放送冒頭に、作中に差別的表現があるが、作者には差別を意図したわけではないことや、作品としてのオリジナリティを尊重する胸の断り書きを表示した。その上で、僕の父は日本一の日雇い人夫ですというヒューマのセリフは、 カットされずに放送された。しかし他のエピソードでは特に断り書きは表示せずに一部のセリフが無音処理されている。一例としてヒューマのセリフで父ちゃんは野球機違いだという部分は伏せ字部分をカットされて放送された。特にメインストーリーである巨人の星は人気が高く何度も再放送された。なお上記にあるように現在では 差別用語や放送禁止用語にあたる言葉の部分については再放送時には無音処理されている。札幌テレビによる北海道での再放送では決まって、スポンサーが四つ、養乳業であり、ヒューマ薬の古谷徹や製作元に依頼して、牧場をバックにヒューマが牛乳を一杯飲むなどの内容の独自の CM を展開していた。一徹とヒューマの不死特訓から、 ライバルたちと出会い甲子園での激闘、巨人入団後に大リーグボールを開発して、さらなる激闘、左腕が崩壊し、完全試合を達成、不死の戦いの終焉までが描かれているのが、本作のメインストーリーである。本作のアニメ化に際して、梶原一揆が、楠す大吉郎に、この作品を何とか世に出してください。と頭を下げたという。 原作の最終回は、父、一徹との最後の勝負に勝ち完全試合を達成してから後日、ヒューマ以外の主要な登場人物が皆出席している。サモンと京子の結婚式を、ヒューマが、カズと、教会の窓の外から見届け、どこともなく去っていく。そのバックに十字架が被るという暗めのラストシーンで終わる。アニメ版のラストは、完全試合を終え、 傷つき倒れたヒューマを一徹が背負って、満場の拍手に送られて、グランドを去っていくという感動的なシーンに変わっている。最後は太陽に向かってヒューマがしっかりとした足取りで、歩いていく、イメージシーンで、物語は幕を閉じる。さらに最終回では、エンドマークの後に、ヒューマ、アキコ、一もなえ花形、サモンが登場、ヒューマが代表して視聴者に、 3年半にわたりご好評をいただきました。巨人の星は今回で終了させていただきます。長い間ご覧いただきましてありがとうございました。と挨拶して番組の終了を告げた後画面に自作、天才、バカボンのバカボン一家が現れヒューマがバカボンのパパと握手しながらバカボンくん、僕に代わって来週からよろしく頼みますよ。と述べるシーンが存在した。 DVD にも収録されているが、再放送では一部地域を除いて放送されていない、バカボン一家との共演シーンは著作権の関係でカットされていた。終盤の展開は原作と比較してかなり改変された。制作サイドはアニメと原作は別物という認識で取り組んでおり、また原作者の梶原もアニメはサノちゃんに任せるよと承諾したこともあり、全体の1、3は 読売テレビと東京ムービーによるオリジナルであった。原作では、友が中日に移籍する時の交換相手は特に描かれていなかったが、アニメでは、当主の黒松慶一というオリジナルの登場人物を設定し、黒松を中心とした友の代わりに来た当主という話が作られている。原作では、ヒューマがサモンにハガキを送るまで、大リーグボール3号の秘密を知るのは、 新聞記者から真相を知らされた牧場のみだったが、アニメでは花形に変えてあり、牧場の出番は激減した。さらに、秘密を知った花形が引退をかけて、最後の勝負を挑むオリジナルストーリーが作られた。また、サモンも、大リーグボール3号打倒の特訓を開始し、秘密をこの時点では知らなかったが、個人的な勝負を挑んでくる話が描かれ、一徹も8ミリ映像をもとに、 大リーグボール3号のフォームを真似るが、投げたところで腕に激痛が走り、その後の診察でヒューマの真相を知る話が描かれた。最後の試合は、花形がスタンドで観戦し、秋子とも遭遇しており、サモンも手紙を見た後に駆けつけ、原作と違って最後はアウトとはっきりと類進が宣言し、原作のように完全試合が達成されたのかがはっきりしない、結末ではなく、 達成したことに改変された。また、原作では、友は、一徹から代打に出るように言われた時は、弱気な発言をしていたが、アニメでは逆であり、高騰するヒューマンを見て一徹に自分を代打に出せと、強く迫る描写があり、断られた後に怒って、バットを破壊し、その時の怪力を見た一徹が逆立ちを命じるに、改変された。 他にも試合内容は大幅に追加されており、一徹の必要なバント攻撃に対して、ヒューマは外野手を内野の守備につかせて、野手の数を増やすという対抗策に出たり、ラスト一球前にヒューマは森正彦保守に大リーグボール3号の弱点を教えたりするなど、原作になかった場面が多数描かれた。ヒューマの左門への手紙の内容も、京子と一緒になるから、 友と秋子の中を取り持って欲しいになった。このアニメ版の最終回では、当初、ヒューマは完全試合を達成し、最後の一球を投げた後マウンド上で死亡する予定であり、一鉄がヒューマの墓前で土をかけて泣くというものだった。そのシナリオも完成し、絵コンテの制作作業も開始されていた。しかし、読売テレビ、東京支社の営業の最高責任者だった。 中野達夫はその悲劇的な結末を知って激怒し、主人公のヒューマが死んでもうて、なんで、巨人の星なんや。とも反対した。プロデューサー以下の制作スタッフが、どんなに説得しても、中野はヒューマを殺すことをガンとして承知しなかった。結局、最終回のシナリオを一から書き直すことになり、ヒューマは死なないことになった。 また、スポンサーの大塚製薬からの強硬な反対もあった。ヒューマ薬の古谷ルも、後の取材で最終回が変更されたことを初めて知った。この他、最後の大リーグボール3号を投げた後の判定が、原作では一塁にボールが来るのとともが、ベースにタッチするのがほぼ同時で判定が曖昧になっているのに、対して、アニメではボールが一塁に来た後に友が、 ベースにタッチしており完全にワンテンポとものベースタッチが遅いため明確にアウトの判定になっている。人気漫画のアニメ化とあって放送開始にあたり視聴率25%以上という減名が下ったという。1971年4月には裏番組宇宙エンジンゴリに視聴率を追い抜かれ10%台に落ち込むが最終回では再び20%台を記録した。 以下は、ビデオリサーチ調べ、関東地区。2002年に、カップコンから、ゲームソフト、ジ、アニメスーパーリミックス巨人の星が発売されている。これはミニゲームをクリアすることで本作の、ハイライト映像が楽しめるという作品だった。昭和50年秋、行方不明だったヒューマは、人里離れた山奥に住み、有料で弱小層野球チームのスケット打者を引き受ける。 日々を送っていた。そんな折、探偵を雇うことでヒューマの姿を捉えた花形は、ヒューマと再会。花形邸で、姉の秋子とも再会する。野球地獄とは縁を切って、第二の人生を歩む、よう花形より悟されるが、どん底にあえぐ長島監督を救うため、すでに引退し、友自動車工業の常務に収まっていた友と彼が、コーチとしてアメリカより呼び寄せた。 ビッグビルサンダーの協力のもと、昭和51年春の宮崎キャンプのテスト制を経て、巨人へ、再び入団する。すっかり白髪になり、吹け込んだ一鉄は、ヒューマの球界復帰に、オードン伝返しの秘密があると語る。その秘密とはもともと右利きだったヒューマを、左投げの方が投手として有利であるという理由から、あえて左利きへと強制させたこと。 さらに大リーグボール養成ギップスは右手にも有効であり、ヒューマは右投手として不死鳥のごとく復活するというものだった。大リーグボール3号の投球が原因で左肩を損傷したために復帰当初は大打専門の打者としてビッグビルサンダーより授かった殺人スクリュー、スピンスライディングを武器に半身の掛け太し刀を繰り広げる。ヒューマに右投手として 巨人のエースへ帰り咲くことを願う友は、ビッグビルサンダーを、阪神のコーチに就任させることで、掛布にスクリュースピンスライディングを破らせヒューマを、海岸させる。すさまじい方速球だが濃根に悩むヒューマを見かねた、父、一鉄が生み出した、大リーグボール用正義プス右投手用による、特訓の成果で濃根を克服する。昭和52年春。 あえて同じテスト制を経て、しかも阪神ではなく、ヤクルトでヒューマと同じ、背番号3番を背負い復帰した花形、そしてビッグビルサンダーの門下生で、ブラジルからやってきたロメオ南城ともにヒューマは、見事勝利する。原作の前作最終回で低素試合に発展した、判定は完全試合達成という結果になり、左手の指を動かせなくなったはずの星ヒューマは、復帰のため、 左肩を壊したという平凡な設定に変わっている。ヒューマが花形の車の中で過去を語る最後の一球の直後の回想シーンでもヒューマが左肩を押さえている場面に変わっている。ただし、第1話後半の回想シーンは前作最終回のシーンがそのまま使われている。また、ヒューマはアニメでは一徹におぶさって球場を後にしたはずが、この続編では マウンドから単価で、球場出口から救急車で運ばれたことになっている。そして同じく回想シーンでは、各球団は、当時のユニフォームではなく、現行のユニフォームとなっている。姉、秋子の回想シーンでは、本来の赤いワンピースから青に変更されている。一話目の冒頭では、史実の長島の引退セレモニーの映像が使われたが、DVD と、ブルーレイでは、カットされている。 また、その他にも、放送時は、史実の映像が使われていたが、いずれもカットされている。主題歌シングルは1977年10月、発売。挿入歌、イメージソングの初出音版は1977年12月発売の、ドラマ入り LP で、そのうち、思い出よ今は、と、羽畑ヒューマこの時に、は、翌3月にシングルカットされた。 1978年12月25日発売の企画 LP、英語版、佐々木伊佐アニメヒットを歌うに、蘇れ、ヒューマの英語版、ヒューマカムバックが収録された。1984年11月発売の LP、アニメサウンドメモリアル新巨人の星には、ヒューマカムバックも含む全球曲が収録された。思い出よ今は、羽畑ヒューマこの時に、は、 佐々木伊のシングルコレクションで、姉さんありがとう、友情、ひまかむバックは、同、デラックスコレクション男の子スペーシャルで、それぞれ CD 化されている。一方、コオロギ73が、メインボーカルのヒューマ一人行く、玉川の四季は未 CD 化。全曲ともに、作曲、渡辺武雄、編曲、松山雄志主題歌挿入歌、イメージソング、井上甲賀で、 テレビマガジンに連載。読者目線のキャラクターとして、ヒューマが当初、日田という偽名で下宿していた八百屋の息子、マーボーがレギュラー登場している。放送日時は、個別に出展が提示されてあるものを除き1978年9月終了時点。放送系列は放送当時のものとする。右投手として復活したヒューマは、ライバルの花形、サモン、南米から、スケットとして、 半身に入団した、ロメオ、南城らと激闘を繰り広げる。しかし、投球フォームのモーションに欠陥があり、投球が見破られるという弱点が見つかったため、二軍で調整をすることになる。投球モーションの改善には成功したが、ヒューマは自身の強化のために魔球を編み出すことを決意。F1 カーに乗り込み、時速1 6 2トルのスピードの中でヒントをつかみ、 後輩の丸目太しと特訓の末、新魔球、大リーグボール右一号を完成させる。ヒューマはこの魔球を駆使して一軍に復帰、勝利を重ねていた。シーズン終了間際、花形はツバメ返し打法で新ローボールを打ち破るが、その特訓と魔球を打った時の反動で現役を引退する。ストーリー終盤では、花形と秋子の間に子供ができた。ヒューマは、 リーグ優勝した勢いで、これまでの4種類の大リーグボールを駆使して、完全試合、日本一を成し遂げたが、その息子の勇姿を見取り、一徹は一人息を引き取る。そして、ヒューマは野球留学のため、アメリカへ旅立つ。シンから半年の空白を当て再開された。正式な続編として制作され、シンから登場した、ロメオ、南城。 クスキなどのキャラクターも序盤では引き続き登場している。加えて、新キャラクターも追加され、新基軸を試みた意欲作である。本作では、全2作と大きく異なり、ヒューマの生活感や人間味が感じられるよう、試合のない時による巨人寿司が新たに舞台として設定された。また、看板娘でヒューマを慕う妹的な少女、サチコや、 かつての友を彷彿させる、生雲高校の後輩、丸目、ふとしなどが新たに登場し、野球だけでないヒューマの普段の生活が表されることが、試みられた。巨人寿司では、友もよく出入りしており、ヒューマを中心とした、脇あやいとしたやりとりが表現されていた。ただし、その反面、野球のシーンの比重が下がり、比較的あっさりと描かれるようになった。秋月健二がで、 月刊少年マガジン1979年5月号から10月号に連載。放送日時は1979年9月終了時点。放送系列は放送当時のものとする。2002年10月23日から10月26日まで、ワウワウにて4夜連続放送。全13話。2003年10月に、阪神タイガースのリーグ優勝記念として再放送された後、 CS のアニメ専門チャンネルアニマックス、東京 MX テレビなどでも放送された。トムスエンタテインメントの動画配信サイト、東京ムービーオンラインでも視聴可能。ヒューマのライバル、花形ミツルの視点から、旧作アニメの既存の映像を編集し、新作カットを織り混ぜて再構成した再編集版。これまでは、原作漫画にしか描かれていなかった花形の老いたち。 恋愛や心理描写などを織り込んで仕上げている。大リーグボール1号打倒の最大怪我を負った、花形が入院した時秋子が見舞いに行ったエピソード、大リーグボール3号の金毛のためのヒューマの再起不能の大怪我が発覚した、最後のウイローゼに近い苦悩と葛藤現役引退、花形モータース社長就任の記者会見のシーン等が追加された。また、 花形と秋子の結婚式に関しては、新、巨人の星の原作と、アニメではヒューマが祝電をよこしたのみで不在だったことになっているが、このアニメ、特別編、ではヒューマが清掃して式場に現れている。シリーズ全体から見ると、一部、パラレルワールドのような、細かい設定の違いがある。テレビアニメ、巨人の星百八十2話の再構成であり、新巨人の星以降には、 触れられていない。途中、通常の CM 代わりに、作品中に登場した、スポーツカー、ミツル花形2000の CM が流れる。エンディングは、旧作アニメ中に登場した、オーロラ三人娘が歌った、クールな恋。2007年4月3日から6月26日まで、日テレプラスサイエンスにて放送。全13話、巨人の星、特別編、モーコ。 花形密以来、5年ぶりの作品となる。ヒューマの父、星一徹の視点から、巨人の星、新、巨人の星、新、巨人の星2の、旧作アニメの既存の映像を編集し、新作カットを織り交ぜて、再構成した、再編集版。これまでは、原作漫画にしか描かれていなかった、一徹のヒューマに対しての虐待に近い猛特訓、心理描写。 中日打撃コーチ時代、孤独島でなどを織り込んで仕上げている。途中、CM 代わりに作品中に登場したアイドルグループ、オーロラ三人娘の公演情報が流れる。エンディングは、テレビシリーズ、巨人の星オープニング、ゆけゆけ、ヒューマの2番が使用されている。トムスエンタテインメントが YouTube に開設したトムスアニメ55周年公式チャンネルに、 2019年4月23日から、巨人の星の第1話から第3話までが配信。この後、同年6月19日から、新、巨人の星、新、巨人の星2、猛虎、花形ミつるの3作より、それぞれ、第1から3話までが配信。さらに、巨人の星から、新たに、第43話、第92話、第97話が、巨人の星誰も知らない。 星ヒューマーセレクション名義で追加配信された。各作品とも第2.3話は2019年までの配信となる。その後2019年6月19日からは第92話が再配信されている。2020年3月16日からは TNS アニメ公式チャンネル同年2月11日に死去した野村克也が登場した第168話が配信されている。 2020年10月16日から、トムスアニメ公式チャンネルで、新と新2が共に3話までまとめて再配信、そして2021年、新の残りのエピソードが3話ずつ、期間限定で配信された。2021年3月24日からは、ON 伝説と名打ち、トムスアニメ公式チャンネルで、ON の活躍を描いた第57.67話を、 期間限定配信、3月31日からは、プロ野球スター列伝と名打ち、第一作に登場した、巨人軍選手とのエピソードから、堀内恒を描いた第50.51回、沢村栄二を描いた第91話、金田正一の現役引退を描いた第133話、吉原正義を描いた第177話の、計5本をまとめて、期間限定配信する。なお、 モロコ、花形み以外の3作品の制作クレジットは、初放送と同じ、制作読売テレビ、東京ムービーでクレジットされている。新、巨人の星に関するカテゴリー、新、巨人の星2に関するカテゴリー、巨人の星、特別編、モロコ、花形みに関するカテゴリー、巨人の星、特別編、父一徹に関するカテゴリー。ありがとうございます。